今日は J28 スタジオにて、ベリーダンスレッスン、ドラムソロというのをやってみました。今までのようにメロディーがあるわけではなく、カウントに合わせて、ドラムの音、太鼓の、アラブの太鼓の音のみで、踊るダンスになっています。今日はずっとあの8拍子の中で、いろいろなボディの動きを細かいのをやってみました。最初あの基本の今まで習いました右左のショルダーですね、これをちょっと溝落ちの右左の力を使い分けながらクッカッタイトに動かしました。今度はアップダウン、これもポンポンというふうに、タイトな動きですね。これを1、2、3、4としました、はい。で次はあの膝を緩めてお腹の動きですね。ポン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 ってね、お腹をプッシュインプッシュインですね、はい。でその後はお膝を緩めた状態で後ろから網やみの、まあ、サークル、1回サークルしましたらグローイングアップという動きをしてまたドーンですね。これをカウントでやりますと1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8と、ね、こういう難しいボディの動きをやってみましたが、今日生徒さんね、とっても上手でした。はい、今日me rodee, moví a mi pie como juego de ajedrez.